新軌道に移るオールジャパンの決勝。4年ぶりに叶ったグリッド22台の創刊。これは奇跡を起こす男たちの旅物語。2006年フォーミュラー1世界選手権開幕戦の使命を帯びてバーレーン。砂漠の太陽が告げるスタートの時。さあ、ついにこの時がやってきました。スタート。ミハエル・シューマッハ、グッドスタート。アロンソはスタートでちょっとミスったか。悪マシーン接近戦の状態で1コーナーへ。ミハエル・シューマッハ1コーナーを過ぎてトップ。マッサが続く。次がバトン。最初のラップを終えた時点での順位は、トップはミハエル・シューマッハ、マッサが2位、バトンが3位、4位アロンソ、モントーヤ5位、バリチェロ6位、ウェバー7位、クリスチャン・クリエンが8位です。ミハエル・シューマッハ、ファイナルラップに入っています。フェラーリ圧倒的な強さ。ワンツーフィニッシュにチーム全員が歓喜の声を上げています。
ミハエル・シューマッハ、表彰台の中央を獲得。マッサが2位に入りました。ということで、今年はザクフィーユにあるこのバーレーンインターナショナルサーキットで F1 シーズンが幕を開けました。開幕戦がオーストラリア以外の国で開催されるのは1995年以来初めてだったわけですが、今シーズンの行方を予言するような戦い、エキサイティングな戦いとなりました。第2戦は7日後、マレーシアのセパンにて行われます。